一ノ関の魅力を体感。スノーピークローカルウェアツーリズムイン一ノ関伝統と自然が織りなす2日間の冒険。一ノ関市で開催されるスノーピークのローカルウェアツーリズムイベントでは、岩手の伝統文化と自然を体験しながら地元の職人や料理家と触れ合うことができます。この動画ではこのイベントのハイライトと一ノ関市の魅力を探る旅について解説します。一ノ関市の伝統と匠の技術。一ノ関市は岩手県に位置する歴史と文化にあふれる地域です。この地で受け継がれてきた匠の技術や伝統は地元の人々にとって大切な財産です。ローカルウェアツーリズムイベントではこれらの伝統を体験し、地元の人々と交流する機会が提供されます。染め物体験と職人の思い。京谷染物店という地元の染物店で実際に職人が作業を行う工房で染色を体験することができます。創業以来大切に守られてきた技術と思いに触れながら、自分だけの染め物を作ることができます。鹿踊りの魅力を体感。岩手を代表する伝統芸能である鹿踊りを見て体感することができます。鹿踊りは自然を敬う気持ちを込めたダイナミックで繊細な踊りです。これを通じて地域の文化に深く触れることができます。自然と触れ合う特別な時間。イベントでは岩手一ノ関の自然が育んだ旬の食材を使用したバーベキューディナーや、伝統的な農村景観が残る小寺村荘園遺跡を散策するなど、自然と触れ合う時間が設けられています。これにより参加者は一ノ関の豊かな自然を満喫することができます。イベント詳細と参加方法。ローカルウェアツーリズムイン一ノ関は2023年8月5日から6日にかけて開催されます。このイベントは地元の文化と自然を体験しながら一ノ関市の魅力を存分に味わうことができるものです。参加を希望する方は公式ウェブサイトから申し込むことができます。イベント名、ローカルウェアツーリズムイン一ノ関。ローカルウェアツーリズムイン一ノ関。開催日時、2023年8月5日土曜日から8月6日日曜日、1泊2日。開催地、岩手県一ノ関市。会場、コネデラ村荘園交流館ほか。受付期間、2023年6月16日金曜日から7月7日金曜日14時。当選発表、2023年7月14日金曜日、先着順ではなく抽選。募集定員40名、最小最高人数10名。食事、夕食1回、朝食1回。宿泊、コネデラ村荘園交流館にてテント泊。交通機関、貸切バス。旅行代金、大人1名、13歳以上38,500円、税込み。子供1名、7から12歳11,550円、税込み。未就学児、6歳以下3,850円、税込み。まとめ、一ノ関市の魅力を体験しよう。一ノ関市は、その歴史と文化、そして美しい自然が魅力の地域です。ローカルウェアツーリズムイベントを通じてこれらの要素を体験し、地元の人々と交流することで一ノ関市の深い魅力を感じることができます。この機会をぜひ活用し、一ノ関市での素晴らしい時間をお楽しみください。